菊地和正は、群馬県高崎市出身の元プロ野球選手、コーチ。中学時代は、オール、前橋ボーイズで、大広志商事とチームメイト。受徳高校時代は控え。地元の上部大学に進学し、エースとして活躍。3、4年と大学選手権、4年秋は明治神宮大会出場。140キロメートル台後半のストレートとキレのある。 変化球のコンビネーションがスカウトの目に留まり、2004年のプロ野球ドラフト会議で北海道日本ハムファイターズから6巡目で指名を受け入団。上部大学出身者として初のプロ野球選手となった。2005年9月25日のオリックス戦でプロ入り初登板。3年目の2007年シーズンまでは2軍で過ごすことが多く、 一軍では登板する機会がほとんどなく、2008年は11試合の登板で防御率9.90に終わった。2009年防御率3.67と自己最高の成績を残し、左の宮西久夫と共にチームトップの58試合に登板し、リーグ3位の26ホールドポイントをマークした。2010年2月8日に、 右手薬指抹節骨先端の亀裂骨折と診断され、前半は戦線離脱。7月16日に一軍に復帰17試合に登板し、防御率1.45の成績を残した。2011年は一軍登板はなく、11月17日に臨床班と共に戦力外通告を受けた。 12月11日にまた林と共に横浜 DNA ベイス,スターズが獲得を発表。2012年5月30日の対福岡ソフトバンクホークス戦で、西二三塁の場面から登板して一人を抑え、移籍後初勝利。8月2日の対広島東洋カープ戦の9回表に、藍沢翼 N 東部支給で危険級宣告を受けて、退場となった。 山口春に代わって一四万塁の場面で、緊急登板、プロ入り初セーブを記録。シーズン終盤には、勝ちパターンとしても起用され、結果、チーム最多及びキャリアハイの63試合に登板し、14、ホールド、防御率2.37と安定した成績を残した。契約公開では、球団からチームではトップの評価と高評価を受け、 年俸は2600万円に倍増。DNA 時代の投球フォーム2014年には4月4日の対広島戦で延長11回から9円投板。しかし、先頭打者、そよぎシンへの初級がサヨナラ本塁打になったことで NPB 史上26人目の一級敗戦投手になった。結局、一軍公式戦には2試合しか投板できず、 10月3日に球団から戦力外通告を受けた。2014年12月2日に NPB から自由契約選手として公示されたが、菊池自身には現役続行への意向が強く、同年10月には右肩の手術を受けた。さらに2015年には2月6日から4日間に渡ってフルス・日本ハムの春季キャンプに参加。春季キャンプでは、 異例の入団テストを受けたが、古スへの復帰には至らなかった。2015年2月20日に、BC リーグの群馬ダイヤモンドペガサスに入団。同年には、投手コーチを務めながら、リーグ戦25試合の当番で1勝2敗3セーブ、防御率2.88という成績を残した。その一方で、同年11月10日には、NPB 球団への復帰を視野に12球団。 合同トライアウトに参加。シートバッティング形式による対戦打者3人のうち、先頭打者の田上健一から空振りで三振を奪ったものの、残り2人から2塁打1本を含む2安打を浴びた。この結果を受けて、同月19日に現役引退、25日に群馬からの対談を相次いで発表した。現在は母校の上部大学野球部で、コーチに就任している。 また、おじが経営する石袖用トンで農場経営に携わっている。投球割合の8割近くを占める平均球速約時速 141km、最速時速 150km 以上の球威のある速球が武器で NPB 通算の脱三心率は8.03。しかし、2014年の右肩手術後はこのような合速球が影を潜めた。 よし支給率は低く、特に2009年はチームでは、武田勝に次ぐ低さを誇った。変化球は、落差の大きいフォークに加え、スライダーカーブシュートを投げる。2012年は、本拠地が狭い横浜スタジアムの DNA へ移籍したことにより、バットの芯を外すためのカットボールを習得した。横浜スタジアムでは、中継投手は、リリーフカーに乗って、マウンドに向かうが、 DNA 時代の菊池は、晒し者みたいで嫌という理由で、ダッシュでマウンドに向かっていた。ありがとうございます。